どうもみんなも正解家族の100億人からこんにちは、おはようございます。ハロー、西です。はい、10月28日の朝です。はい、今日は西村さんがね、東京に一旦戻るっていうことでね。はい、28、29、30、31に戻ってくるってことですね。またこっちに。そうでございますね。はい、はい、3日間ほど東京に行きます。はい、あなたはここに27回もある北斗エイトがあるのに行くんですか？東京に。そうね、こんな有料台があるのに行くんですか、あなたは。ちょっとね、ほら、いや、こっちはこっちでね。あなたは行くんですか。まあちょっとあれだから、旅来てね、1ヶ月ぐらい経ってまだいろいろとこうやんなきゃいけないことが東京残ってんだよね。ね、それだけやったら帰ってくるから、ね、しょうがない。うん、しょうがないです、ね、これ。うん、わかりました。はい、僕はこっちで頑張って稼いでおきます。お願いします。はい、編集もね、サボんないんでね、どれかやるんで。はい、はい、できることやっていきましょう。はい、はい、なんかありますか。そうですね、特になし。はい、特になしです。オッケー、バイ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 。どうもこんばんは。はい、朝お話ししたんですけどね、今日は、西村さんがいません。はい、というのもね、まあちょっと、仕様で東京に帰っているそうです。はい、ただ31日はまた合流してね、やっていきたいかと思います。はい、まあ今日はね、パチンコは行ってません。まあね、編集がかなり溜まっていったというところで、あとホテルね、移動しました。はい、ホテルあれですよ、ちょっと聞いてください。まあ移動してですね、僕まあ値段見ずに入ったんですけど、最初の3日間は僕一人シングルで、それからは西村さんとツインで予約したんですね。はい、で、まあ、こんなせこい話しないかもしれないですけど、これ見ますかね。はい、まあまあ見えなくてもいいですけど、一人でお部屋だと1人当たり、今当然1人なんですけど、約6300円くらいで、2人だと次になったんですけど、約6200くらい、100円安くなったぐらいの値段なんですよ。これって普通なんですかね。僕の中で、まあ僕がね、値段見ずに勝手にね、もう申し込んだんです、予約したんですけど、まあ2人になるからね、部屋1つだし、1.5倍、1人当たり 1.5倍ぐらいお値段で、まあ安くなるのかなって勝手にイメージしたらね、1人当たり100円しか安くならなかったということです。はい、まあ、これ何が言いたいかっていうと、まあ全然ホテルのせいじゃないですよ、もちろん完全なる僕のせいです。はい、僕は値段も見ずに、勝手に そういうの申し込んだんでね、まあ、本当今からね、じゃあシングル2つにしてくださいって言ったら、もうシングルの部屋2つ用意できませんって言われちゃったんでね、うん、ちゃんと確認作業しなかったという僕のミスでございます。はい、勝手に固定観念でね、ついにしたら、安くなるもんだろうと思ってたけど、そうではなかったと、値段ほとんど変わらなかったという感じです。これってでも僕の価値観がちょっとおかしいんですかね、安くなると思ったんですけど、うん、ちょっと世間知らずで、よくわからないので、ちょっと知ってる方がいたら教えていただきたいなと思います。はい、で編集がまだ溜まってるんでね、今日はしっかりやって、明日はですね、僕一人でですけど、うん、月に1回のその店の特定日のお店があります。そこに行きたいと思ってますので、朝から、うん、9時からね、もう9時前、30分前に乗りたいですね。うん、並んで1日行っていきたいなと。はい、ずっと北斗8ばっかりやってますけど、明日は期待値高いなんだって、行っていきたいなと思っております。はい、西村さん、
待ってます。はい、じゃあまた、バイバイ。チャンネル登録してね。Damn it.